8月18日の政変とは、江戸時代末期の1863年9月30日に、発生した政変。公明天皇、中川の宮朝彦親王、藍津藩、薩摩藩など幕府への上位委任を支持する勢力が、上位申請を企てる三条耳ら急進的な、尊上白下と背後の長州藩を、朝廷から排除したカウンタークーデターである。堺町拷問の変。 文久の政変などとも呼ばれる。安政五年、江戸幕府は大老、井伊直介の下で安政後過国条約の無直居調印に踏み切り、西洋諸国との通称を開始した。長く幕政運営から排除されていた審判、戸様裕藩は日本を取り巻く国際環境の激変期にあって、病弱な十三代将軍、徳川家定の刑視に自派の候補をして、 体制改革を実行し、国政への参画を果たそうとしていた。長井をはじめとする不代大,大名、幕臣が支持する新将軍が決まると、処分を受けることとなった、一橋派は、伊政権の条約調印が直挙を得ていない点を、ついて批判した。無直挙調印に激しい反感を抱いた朝廷がこれに、結びつこうとする動きが現れたことから、伊はそれら関係者に対して、 強権的に処分を行った。そして、安政7年3月に、いいがその反動で殺害されたことにより、幕府の威信も低下していく。こうして、通称の断絶、鎖国への復帰を求め、あるいは外国を排撃しようとする上位がその後の、文久規制局の重大テーマとなっていく。文久二年、幕府は上位を帰給する、明天皇、朝廷との関係修復を求め、 高枚和宮を将軍、家持の性質に迎えることと引き換えに将来の上位実行を約束した。裏を返せば無直居調印のままながらも当面の開国、通商関係の持続に天皇の了解を取り付けたのだが天皇の願望は即時の上位だったことが伝わってからこれを求める声が盛んとなり幕府の姿勢は陰順拘束と非難された。この間、 一つ橋派の初代名らが復権を果たして幕政に参与するようになった。尊皇上異論者として知られ、中心的な存在だった水戸藩の徳川成明は、すでになかったが、越前藩の松平春学や薩摩藩の島津、成明ら、土佐藩の山内陽道らは開国派ながらもかつて、 伊政権への対抗上無直挙条約調印を攻撃して予防を担った経緯もあり、上位論の盛り上がりには苦慮した。幕府は即根上位を笹ぐしょうせざるを得なくなったが、将軍や幕府首脳は次の手として、文久3年に入ると上落して、工作を行い、ともかく上位を実現する具体的方策と式については天皇から一任を取り付けた。そして、 上位実行の期限として布告した5月10日、幕府は条約締結国に対して横浜の鎖国を通告した。つまり幕府は穏便な方法による上位、相手国との交渉による条約撤回、鎖国復帰の方針を取ったのであり、外国艦船への攻撃は禁止された。しかし、長州藩はこの時、外国艦船を砲撃して武力による上位を実行していた。 長州は幕府の方針と鋭く対立することとなり、やがて外国の報復攻撃を受け、他藩の味方も得られなかったことから孤立感を深める。こうして長州は、長義の主導権を握る、旧新白下州と連携しながら、天皇の委任に基づく幕府の上位実行式を解消し、天皇自らが指揮する武力による上位へ転換する道に突き進んでいく。 上位を気球しつつも過激な上位戦争を恐れ、あくまでも幕府を信任して幕府による上位実現を求める公明天皇は、長州や旧信白下の、こうした動きに耐えきれず、これを排除するために、島津久光の出馬をひたすら待ち望んでいた。桜田門外の変の後、幕府は、交部関係の修復を図り、文久2年2月に、公明天皇の妹和宮親子内親王を、 将軍、徳川家持の性室に迎えた。そして幕府は校家と引き換えに上位を朝廷に約束した。上位の実行まで7から8年から10年の猶予を設ける約束だったが、本音は天皇が上位の不可能を認識して、開国に転ずるのを期待した時間稼ぎであった。こうした対外方針についての動向をめぐって、長州藩と薩摩藩が政局を指導しようと争い。 翌年の政変につながっていく。この時期、長州は長井雅学の開国論をもって、長幕間の終戦に乗り出し、幕府も歓迎していた。だが、文久2年3月に京都に登った長井の入り説は不調に終わる。同じ頃、薩摩藩首都津中義のジップで後見人の島津、久光が反平戦を引いて進発し、これを機に上位、倒幕、 王政復興を目指す過激な老人らが京都に集まり、尊老上位の機運が盛り上がったためである。先代の薩摩藩主、島津成明はかつて一橋派の有志、大名らと共に、幕府の体制改革、遊藩の国政参加を実現して、開国路線を進めようとしたが、安政の大国前に死去した。久光はその意志を継ぎ、朝廷から、 幕政改革を命じる直上を引き出し幕府に実行を迫るつもりだった。しかし、尊上派として知られる、筑前藩士、平野国臣が、かねてより、薩摩と交流を持ち去兵倒幕を検索していた、ことから、久光の立兵は、倒幕のためとの噂が広まっていたのである。長州藩においても、草加玄髄ら尊上派が対等して、長井の開国論を攻撃し、 やがて反論を上位に転換させるに至る。尊上派は、薩摩と連携して放棄する計画であったが、久光は、自藩の旧進派を、寺田や騒動で粛清してそのくあがてを潰した。生麦事件当時の生麦村文久2年4月、幕府は、安政の大国で処分を受けていた、一橋義信や松平春学、山内陽道ら、旧一橋派の諸公を、 朝廷から要求される前に赦免した。彼らは開国派だったから、むしろ朝廷を開国論に展示させるのに一肌脱いでもらおうというわけで、幕府は春学に朝廷への入り節を依頼する。春学が条件として、将軍、家持ちの上落を要求し、幕府は受け入れて6月に将軍上落を予告した。薩摩川では、 久光側近の大久保利道らが岩倉智美など養老への運動に奔走し、5月に岩倉の三次作が朝廷に採用された。久光一行は、直至、大原重徳の護衛として6月に江戸に下り、一橋義信を将軍後検職、松平春学を退老とすることを幕府に迫った。交渉の結果、7月に義信の将軍後検職、 春学の政治総裁職が決定し、8月には山内陽道も学生への参与を認められた。こうして改革はスタートを切り、久光は8月21日に京都へ向かったが、途中東海道の神奈川区近くで起こした生麦事件が後に困難な事態を招く。政治総裁職となった春学は、政治顧問として招聘した横井昇南の検索。 国税七条の実施を求めた。幕府はこれを入れ、参勤交代の緩は、江戸の大名祭祀の帰国許可、幕府、幕閣への親権や礼僧の軽減などを進めた。長州は、公開延略策の入り説に失敗し、久光の立平上落で盛り上がった尊上運動に抗応するように、上位方針に転換したところ、その薩摩が急進派を鎮圧して、直命を得たため、 後部終戦の主導権を奪われる形となった。その勝利と対抗意識から、尊重運動への没入を深め急進化していくことになる。直命は、長州に、薩摩への協力を求めていたが、それに不満な藩主、毛利高地下は、直死が到着する前日に、江戸を離れ、7月に入京すると、朝廷の許しを求め、公部終戦の内容を、将軍上落と開国論から、 将軍上落と上位論に転換した。長州は10年の猶予を待たない即時の早く上位を主張し、その工作で朝廷内の急進派も勢いを増した。また、土佐勤納党を率いる竹市随山が藩主、山内豊藩に続いて8月に入居した。開国派の前藩主、山内陽道は幕政に参与することになったが、にもかかわらず、竹市は、 長州の草加玄帥とも連絡を取り、終戦の直命を得て幕府に側根上位を突きつけ追い込もうとしていた。老子が全国から次々に京都へ流れ込んで天中が頻発し、京都諸次第は勢いを盛り返した尊上派に対処できなくなった。テロの脅威は公家の身辺にも及び、これを背景に朝廷でも上位論が急進化していったが、政治総裁職、 松平春学は、対策として、同じ徳川はじめも大名の合津藩主、松平片森に、新設の京都守護職への就任を要請し、片森は、再三の婚生に負けて、うるう8月1日に就任した。片森が京都に入り、黒谷の今回孔明寺に本人を置くのは12月に、入ってからである。うるう8月7日に、京都に戻った、島津久光は、 これまでの終戦などの功により、特例的に三大を許された。しかし、この時の京都は、先の上落時から、雰囲気一転して急進的上位論が圧倒する勢いで、久光は、即根上位不可を朝廷に工作するも成果はなく、10日、あまりで帰国した。薩摩派の久下、岩倉智美も三条、耳、姉が浩二孝治ら急進白下十三名から弾劾を受けて、 時間落職し、引退を余儀なくされた。薩摩は長州など急進派の猛烈な巻き返しによって、事実上を追い落とされた。10月4日に、長州藩主、毛利高近が、10月5日に、土佐藩主、山内豊藩が三代を許されたが、これは、久光の場合と異なり正式な三代だった。薩長度に続いて10月20日には、 飲酒藩主池田慶徳が三代を果たし、以降遅れを取るまいと上落。三代する大名は増加の一途をたどり、京都の政治的求心力は、ますます大きくなった。文久2年9月21日、土佐と長州に薩摩の尊上派も加わった運動が走行し、幕府に即根上位を迫る新たな直詞を江戸に使わすことが決まった。土佐山内閣の演者で、聖画家の三条耳を、 生死、姉が工事工地を福祉とし、藩主、山内豊藩が随行することとなった。その約半月前の9月7日、幕府は、先の直死下校で沙闇となっていた、将軍上落を、翌年2月に行うと布告した。その後、環境を整えておく必要から、将軍後見職の一橋義信がまず上落して、朝廷にいる説することも決まり、では次に、 どういう国税で望むかの議論となった。松平春学は必戦の覚悟で条約を破棄すべきことを主張した。直挙も得ず、押し付けられて結んだ条約は一旦破棄した上、全国の諸大名を集めた会議を経て、展開一致し改めて開国に進むべきであるという一種の折衷案である。抜閣は到底不可能だと反対し、議論は紛糾したが、その真意は、 天下の賛同を得た上での開国であるという横井、昌南の説明により、やっと早く上位でまとまりかけた。ところがここに来ている節の任もを担う吉信が、政府間で正式に結ばれた条約を、国内の不正を理由に破棄してはならない。また破棄してから、大名会議の賛同を得られなければどうするのか。それよりも自分が理を尽くして、天皇を説得する。 幕府のことはもはやないものと思って帰り見ず、ただ、日本全体のためを考えてのことである、と主張した。横井はこれこそ、卓剣と、英断、第一党の案であるとして、古息な、第二党の案を撤回することとし、10月1日に、幕議は、開国入り説で決着した。だが同じ日、朝廷は、直死下校を理由に、吉信の上落見合わせを、申し渡してきた。 春学は、吉信が幕府を帰り見ぬ覚悟を示したことから、賛成に転じたが、その後の吉信の言動から、その覚悟が疑わしくなり、上位論に戻ると再び引きこもってしまった。そこで、幕政参与の山内陽道が朝廷に乗り出したが、復権して日も浅いため上位の直命を報じている、自反を抑えることもできず、法直上位の方向で幕閣を説得するしかなかった。すでに、 和宮高下の時に将来の上位は約束している。今更開国論を主張すれば、この直視は議論に及ばず帰郷し、関西は大混乱、上位運動は上昇軍に発展するとの陽道の説に、幕閣も吉信も折れた。折れたが、やはり上位の入り説は不本意だからと吉信は、貢献食事にお申し出、驚いた老中や春学、陽道の説得で、 ようやく撤回した。この頃、フランスが大阪湾に艦隊を派遣しその武力を背景に、朝廷に条約直結を迫るとの観測があり、幕府内では老中、板倉勝樹を及び老中閣、小笠原おさの提案で、これへの備えを名目に、京都に大軍を送り込んで過激な尊上派を一掃する構想も検討されていた。吉信もこれに同調し、 11月28日に春学を訪ねて、京視主を海岸防御の名目で、兵に間を引いて上坂することにつき、意見を求めたが、この時は春学の3位を得られなかった。上位別直詞は10月27日に江戸に到着した。将軍、家持の病気のために対面は引き延ばされたが、12月5日に将軍は上位笹具賞を回答し、 具体策については、翌年の上洛時に協議することとなった。この対面は、従来の慣例を破って、直視を上座に置いて行われた。京都守護職の松平片森が、合図半平を率いて、上洛、着任したのは、文久2年12月24日である。一橋義信は、翌文久3年に1月5日に入京し、東本願寺を宿舎とした。 山内陽道は1月25日、松平春学は2月4日に入京した。10年後の上位実行から、即婚上位への転換を強いられた幕府にとっては、彼らの朝廷工作で、将軍上落までに状況を好転させておくことが必要だった。薩摩からはすでに、島津久光に代わって、大久保利道が12月20日に入京しており、関白、この江田広、 将連人宮、偽装の中山忠康、大木町三条佐根ると接触し、将軍上落見合わせの直命効果を工作していた。この話は進展せず、大久保は、妖道、春学を通じて、幕閣の調整を行い、上落見合わせの結論を得てから再び、京都の工作に入ることとし、1月3日に、江戸に下った。しかし、幕府はすでに将軍上を告しており見合せは、 難しいという。そこで、将軍上落を1ヶ月延期し、その間に、妖道、春学が国税を定める長議を働きかけることになったのである。だが、朝廷では長議のあり方が大きく変わっていた。従来の長議は関白、左大臣、右大臣、内大臣、偽装、武家天装、剣大納言及び、少年因宮までの参加が一般的だったが、 12月9日に新設された国事御用係には彼らを含む29人が任命され、町議に参与できる提身の範囲が拡大した。そしてこの国事御用係では3条、耳、姉が工事ーチら求心白毛の発言力が強く、省令院員やこの江関白、左大臣1条、田中などは早速辞意を漏らすありさまだった。さらに1月22日、儒学者、 池内大学が暗殺され、切り取られた耳が、同26日に、中山、大木町山上領儀僧の屋敷に投げ込まれるといった状況で、この江田弘ひろが23日に関白を辞任して、親長州の高塚佐助弘に代わり、中山、大木町山上も27日に辞任に追い込まれた。1月28日には、筑佐家の雑商、香川はじめが暗殺された。香川は、 以前、岩倉智美と京都諸子大を連絡していた人物で、その左腕は落北に陰性する岩倉のもとに届けられ、首は、吉信の宿舎の門前に脅迫状を添えて晒された。上位方針での交渉を押し付けられている吉信は、上位実行の期日決定を迫る公家や尊上志士に、対し、将軍が到着してからと逃げ続けていたが、2月11日に、 長州の草加玄髄、寺島忠三郎、日後の轟武兵が高塚佐帝を訪れて、原爆を行い、続いて姉が工事ら十三人の公家が高塚佐関白に迫り、その結果朝廷は三条ら八人を使わし、吉信に期日の即決を要求した。直上とあっては拒みきれず、吉信は将軍の江戸期間後二十日と回答した。月日、 国事御用係を聖戦すべしという草からの憲白に基づき、国事賛成4人、国事よりうど10人が、朝廷に設けられ、旧進白毛が独占した。20日には、総合の者でも学習院に出資させ権限を聞くこととなり、尊上派の影響力が一段と強まることになった。過激な尊上派が多数をもって決する義は、もはや天皇といえどもその一存で覆すのは、 困難であった。秋の臨院正蔵河村清賀将軍、徳川家持は三千の兵を率いて、文久三年三月四日に着教した。三代、徳川家光以来229年ぶりの将軍上落である。翌日、将軍後見職、一橋吉信が三代し、これまでも将軍へ一切ご委任されていたことではあるが、今一度ご委任くだされば、 天下に号令して、上位を行いたいと直上を求めた。吉信は徹夜で粘り、公明天皇は、従来通り諸星は幕府に委任するつもりである。上位の実行に励むようにと答えたが、吉信はさらに関白に求めて文書化したものを得た。ところが、将軍が7日に三大し改めて受け取った直所は、聖意大将軍のことは従来通り委任するが、 国事については直接諸般に命じる場合もあると書かれていた。これでは、聖衣将軍議はその文字通りの職将である聖衣に限られ、他の国政の最終決定権は朝廷にあるようにも、返され、幕府への諸聖委任は骨抜きにされた格好であった。だが、とにかく何をもって、上位としそれをどう行うかは、その裁量に委ねられた。それだけでも幕府にとって意味はあった。 3月11日、長州藩政史毛利玄徳の進言によって、上位成功祈願の賀物行行があり、関白以下の停身に加え、将軍、家持、吉信太在京の諸大名は、徒歩で随行した。江戸時代の天皇は、観念的には、将軍の上位にあっても、実際は、様々な面で幕府の支配を受けていた。その関係が逆転したことを可視化し、 上位を祈願する天皇に将軍、諸大名が随住する様を天下に示すデモンストレーションであった。その3日後、島津久光が京都に入った。前年12月に松平春学から上落を求められていたのを受けてのことで山内陽道を加えた3人で後部合体の実現に努めることになっていた。幕府もこれに形成逆転の期待をかけていたが、 当の久光は急進派の追い落としに手を尽くすも、成功せず、早々と十八日に帰国してしまう。春学は、もはやこれまでと、将軍職返上を進めて自らも、政治総裁職事任を申し出、承認も待たず二十一日に、妖道も二十六日に帰国する。もはや京都は、イリ説で工作できる状況にはなく、実力を持って、局面の転換を図らなければならなかった。 帰国後、ヘッジ前半は次の行動の準備に取り掛かり、土佐藩では、長州に通じる藩内の過激尊上派から陽道が、実権を奪回すべく動き出す。ただ、薩摩藩は次の段階に進む前に、生麦事件の賠償交渉という難事を控えていた。将軍家持も再三にわたり、陶器を願い出たが、イギリス艦隊が大阪湾に襲来するという噂もあって、 ことごとく差し止められ、4月11日の岩清水行行を迎えた。ここで予定されていたのは、軍神とされる、八幡宮の神前で将軍に説盗を賜うパフォーマンスで、これは平権を委ねて、朝敵の征罰を命じることを意味した。だが、天皇自身は、この行行を望んでいなかった。過激派のバッに苦悩する天皇は体調を崩して、行行の延期を求めたが、 偽装参上耳は、下病ではないかと疑い、本当だとしても延期はできないと主張した。さらに、国事三世、国事よりうどらは、天皇が不承知でも法連に押し込めようとしたため、天皇もついに延期を諦めざるを得なかった。吉信は将軍には、病気を理由に愚痴させず、自身は、病題として、男山のふもとまで行ったところでにわかに眼病を、発したと言って引き返した。 欠席に激した上位派から吉信は天中の脅迫を相次いで受けることになった。4月16日、長州藩主、毛利高地下が直命によって上位期日を交付する要創制。これまでは朝廷が将軍を江戸に返さないため、吉信が約束した将軍、陶器後二十日という期限も自然先送りになっていた。しかし、将軍が日に参して、 視察のための下坂と、吉信闘記を願い出たところ、期限の決定へと布告を迫られ、幕府は、とうとう5月10日を期限とする旨報道するに、至った。そして4月23日、幕府は初藩へ、上位の儀、5月10日拒絶に及ぶべき、団子たちいなり交換、命名右の心得をもって、自国海岸防御筋いよいよもて厳重愛ぞなえ。 襲来公説は相乗いた交さ様いたさるべくこうと二つした。アメリカ間ワイオミング号の下関攻撃上位とは通称条約の破棄と鎖行であり、そのためには条約締結国と交渉しなければならず、相手のあることなれば結果までは約束できないが、ともかく実現に努めるというのが幕府の方針だった。 直所によって改めて上位実行を委ねられた幕府は、その裁量において、武力による強硬な上位は避け、交渉による平和裏な上位の方法を選んだのである。もっとも実際には交渉成立の見込みはない。列強諸国が武力に訴える可能性もあるから、幕府は諸藩に向けて海岸防御を厳重に指摘が襲来すれば、打ち払うよう二つしたが、 日本側からの攻撃は禁じた。幕府はまず、横浜佐久の交渉を始めることとした。将軍明大徳川義安及び交渉の実務にあたる老中閣、小笠原をさゆきは3月に引き上げ江戸に戻っていた。だがこの時幕府は、前年に、薩摩が引き起こした生麦事件の処理という難問を抱えていた。2月に8隻のイギリス艦が横浜港に入り、 関係は険悪化していた。問題を解決しなくては、左行交渉を持ち出すこともできないが、賠償金を支払えば、国内的には、上位の本気度が疑われる恐れもある。はじめ徳川義奴と、徳川持長、江戸留守居の老中、松平信義、井上正直が支払いに賛成で、小笠原が一人強行に反対した。しかし、4月22日に離教して、 東木戸城にある吉信が、武田幸運祭を使わし上位宝直と支払い負荷を伝えてくると、水戸、尾張は支払い拒絶に変わり、両老中は病と称して途上しなくなった。上位期限前日の5月9日に至って小笠原は、やむなく独断で賠償金11万ポンドを支払い、翌日列国の講使に横浜佐古を通告し、どうにか上位に着手した形を整えた。 吉信は上位実行の責任を回避するように、横浜に向かった小笠原と入れ違いにようやく8日に寄付し、14日に貢献食辞任を表明した。一方、長州は爆名を無視し、5月10日、馬艦海峡を航行中のアメリカ商船に対して無通国で砲撃を加えることで上位を実行した。23日にはフランス艦を、26日にはオランダ艦を砲撃する。 しかし、これに続く反はなく、長州が6月1日にアメリカから5日にフランスから報復攻撃を受けても、近隣諸藩は傍観を決め込むのみであった。また、長州と協力関係にあった土佐藩では、帰国した山内陽道が人事の交代に着手しており、6月8日には土佐勤労党の幹部3名が切腹に処せられ、弾圧が始まった。 小笠原小行幸は、左高通国に対する列国講師の抗議を5月12日に幕議に報告した。そして急進的な上位論を一掃するため、武力をもって京都を制圧する計画を打ち出した。構想は前年からあったし、3月には英仏講師からも提案されていた。前年に始まった軍政改革によって、様式武装した騎兵、不評、 砲兵専用、横浜で、幕府艦と、イギリス関係五席に乗せ、29日に、兵庫に、上陸、6月1日、淀まで進み、京都の情勢を伺った。将軍直卒の兵と京都守護職の合図藩兵などが、合流すれば、かなりの力になる。朝廷は、騒然となり、将軍に、これを抑えさせ、闘機も認めることとした。結局、武力制圧は、 空振りに終わり、小笠原ラマク兵の幹部は悲免、湿居の処分を受けたが、ようやく将軍を取り戻すことはできたのだった。家持は6月8日にしたし、13日にカイロで関東へ向かった。これより先、越前へ帰国した松平春学は、早く上位が実行されれば、反発する列国が艦隊を大阪湾に送り込み朝廷を威圧する事態を招きかねないと、 危機感を抱いていた。そこで、横井将欄が、巨藩上落計画という、思い切った検索を行う。不測の事態が起こる前に、越前が藩を挙げて上落し、暴論を抑え、将軍、関白から総合まで含めて主だった者を一堂に、集め、各国講師の主張を聞き取り、互いの条理の理解を極め尽くした上で、あとは鎖工か開工か、和進か戦争か、 いずれに決しようとも一致して進めようという。これは、ヘッジ前前半が身も国も捨て当たらねばならぬ大難事であり、隣国家が横井の古教品を旧一橋派の同志、薩摩などに呼びかけ、共に結婚しようというのである。その成功の先には、朝廷が政府を任命し、幕府に限らず有能な諸公諸藩の人材を登用する新体制も構想していた。 5月26日に、ハンディは決定し、6月1日に計画が家中に、布告された。ところが、その後将軍が江戸に帰ることになり、これまで将軍の上洛中を理由に延期していた、藩主、松平重明の江戸参勤が議論になった。この間の5月20日夜、京都では、国寺三世の姉が孝治コーチが殺害されていた。その翌日、 五所の九門の警備が、長州、仙台、水戸、陰州、薩摩、備前、阿波、土佐、日後の各藩に命じられた。姉賀工事は、三条耳と共に急進的な上位白毛の代表格であったが、4月の将軍、下坂時に監視役として随行した際、積極開国論者の幕府軍艦部行並み、かつ改修から海岸防御について意見を聞き、 幕府間にも乗り込んで、摂津、張馬、淡路など、大阪湾岸を巡視し、勝ちの津に感化を受けて帰郷した。そのため、土佐の竹市随山、日後の轟武兵ら尊上派の失望を買っていた。5月22日に、土佐脱藩同士の那須慎吾が、現場に、遺棄されていた刀は、薩摩藩士、田中新兵衛のものだと証言した。田中は、 幕末の世の王一斬りの一人に数えられ、竹市随山と義兄弟のちぎりを結び、岡大蔵などと徒党を組んで、転球を繰り返した過激尊上派である。だが、田中は、京都庁武行、長井久志の尋問に対して口をつぐんだまま、隙を見て自害したため、その背後関係は究明されなかった。関与を疑われた薩摩藩は暴力だと抗議したものの、 結局、旧門警備から外された上、旧門内の藩士の往来も禁じられ、京都における地方をさらに交代させることとなった。外国艦船に砲撃を加えた長州藩に対し、幕府はもはや先端を開いた。以上、穏便にことを運ぶのは不可能だと申してきておるが、先に異国拒絶について二つした際、不明な点は、逐一と言わせることになっていたはず。ところが、 それもせず、横浜の交渉が決裂してもいないのにりに、先端を開いたことは国辱を正ぜしめたに等しく、もってのほかであるとの問題書を6月12日に交付した。長州は、幕府の恩恵な上位方針に従うことはできないが、外国感染砲撃に同調する反はなく孤立し、幕府から検責を受けてしまった。これによって長州は、 3月の直書で確認された幕府への上位実行の全権委任を解除し、朝廷が武力による上位を直接指揮する申請方式に切り替えて、日本全国を上位戦争で一致させようときとする。検索したのは、クルメの尊上家、マキ・イズミであった。マキは前年の寺田屋騒動で捕らえられ、国元で優秀の身となっていたが、長州の働きかけによりこの5月に許された。 そして、藩主、毛利高近に拝越し、上位申請を意見具心して採用された。牧は、京都でも、木戸高吉ら在京の長州藩氏らに、上位申請策を提案する。上位申請を天下に布告して、岩清水に行行、そこから直視を関東に下すというのである。毛利吉近は6月18日、岩清水行行、上位申請直命の工作。 一直のばくり、大名は、長州一手でも討伐すべきことなどをカローラに命じた。しかし、公明天皇は熱心な上位論者ではあるものの、暴走する、急進迫下や長州を剣をし、上位戦争も望まず、将軍に対する委任を止めるつもりもない。島津久光が帰国して、以降、天皇は、国事御用係の中川の宮朝彦神皇や前、関白のこの江た広らに、 久光への期待をたびたび漏らし、この絵もまた久光に上落の催促を繰り返した。6月9日には、栄梁妨げに接触を発する、肝心を排除せよとの密直が、薩摩藩にもたらされる。しかし、久光側近の大久保利道脇は木はまだ到来していないという意見で、越前藩の巨藩上落計画との調整や、生麦事件の賠償を迫るイギリス艦隊の、 襲来への備えもあり、上落は7月下旬頃が良いということになった。6月25日、三大した松平片森に対し、情勢把握と上位実行の特例に当たらせるために、関東下校を命じる勅命が下された。だが、その翌日、天皇から片森に密直が届けられた。前日の勅命の趣旨は、最もなことながら、今守護職のかたが下校するのを、 私は、望んでいない。だが、近頃の朝廷は過激白毛の主張が通り、私が何を言ってもどうにもならない。あれは、真の勅命ではないと心得て、了承するもしないも遠慮なく返答してもらいたい。決して下校を強いるつもりはないという。下校の勅命は、上位申請計画の妨げになる京都市五色の合図藩を追い払うための急進派の策謀であった。疑音の巣。 新派と放題の絵巻物薩摩本国では、文久3年6月27日に7隻のイギリス艦が金郊湾に現れ、4日後に交渉が決裂すると、薩摩川の砲撃が開始された。山内陽道は、家臣を派遣して、戦争の昇法を得た後、8月2日付の建、胸宗り宛の書簡で、我が国体を恥ずかしめず、寒服の至り、長州の暴挙とは、 天地の総意と感想を述べた。島津久光も8月5日付の胸なり宛書館で下関の県は少子のこととし撮影戦争についてはあくまで開けさとするつもりで再三応接したが蒸気船3層を脱出されたため砲撃したと伝えている。薩摩川は敵が襲来すれば打ち払えという幕府の通達にのっとって砲撃を開始したのである。 一方8月6日、長州の使者から上位実行について協力を求められた宗なりは外国への対処は政府に委任されており、その命令によって対処すべきとして断っている。幕府の方針を前提とする限り、撮影戦争は称賛されても、長州の武力上位は他藩の理解を得られない。長州としてはいよいよ上位委任から、 上位申請への転換に活路を見出すしかなかった。上位申請案に対して、朝廷では7月5日に、この江忠弘、この江忠ふさふし、右大臣二条成幸、内大臣、特大寺金にとが、諸大名を招集し、衆議の上で決定すべきであると無心。上位派の印州藩主池田慶徳も11日に、上書して、申請以前に尽くすべき手段が数多くあると主張した。 7月12日、長州藩が老、増田上門助らが、立兵入京して、五社の周辺を固めると、18日に長州は朝廷に、正式に申し入れ、高塚佐官白は、上位派の院州、備前、阿は、米沢の四藩に諮問したが、四藩主は、上位は衆議によって行うべきで、当面は、幕府の上位の政治を見守るよう答申した。四藩はあくまで上位人派であり、 上位新政派の暴走にはついていけない。長州は、馬艦海峡対岸の小倉藩に強撃用の土地の借用を申し込み、それが断られると、6月18日に、騎兵隊が海峡を渡り用地を占拠していた。さらに、7月23日に、幕府の門赤士を乗せた軍艦が、宴会に入ると、長州はこれを砲撃、捕獲し、死者を軟禁するという挙に出た。 島津久光への上落催促は、ますます頻繁になっていた。天皇が越前藩の計画を支持しているとも知らせている。7月12日、久光に上落を求める選択書が出された。上落を求める意見は、上位申請行行を名目とするものだったため三条や、牧も同意していたが、申請が天皇の本意でないことは、この FC や二条右大臣から書簡で伝えられた。 しかし、とどろき部兵らが、久光上洛に反対しており、過激上位派が遜襲して暴発する恐れがあると伝わると、16日の長議では高塚佐関白、二条右大臣、特大次内大臣を除く偽装や国事御用係が、久光上洛の中止を求め、深夜に及ぶ議論の末中止と決まった。天皇は、毎毎賃が、申し出抗議を、押し返しと、 激凛したが、通らなかった。越前の巨藩上落計画も、藩主の江戸出府をめぐって議論が紛糾する間に、宣言し、中根雪枝藩内の保守派の巻き返しや京都からの情勢報告により7月23日に中止が決定した。すでに7月5日に、藩戦で三国港を立っていた越前の百合木みまらは、そうとは知らぬまま、日ご飯の協力を取り付け、 続いて、鹿児島に赴き薩摩の協力を求めたが、撮影戦争を乗り越えても、未だ立兵上落できる体制は整っていなかった。久光は8月14日付編書で、東西一時に上京し、新名を投げ打ち終戦したいと決意を述べている。8月4日の町議は、長州の上位実行に非協力的であったとして、小倉藩の処分案を内決した。大名の会役を、 幕府の頭越しに朝廷が行おうとする、幕藩秩序を揺るがす、重大事態であった。処分案が中立派の武家天送野宮佐大佐から、備前藩主、池田茂政に内々に伝えられると、陰州備前、阿波、米沢の上位派四校は強く反発した。久そみの出馬が実現しない間、さらに事態は急迫する。8月13日、 大和行幸の御事のりが間髪された。大和国の神武天皇陵を春日大社に行幸、しばらく投留して神聖の軍議をなし、ついで伊勢神宮に行幸するということだったが、もとよりこれは天皇の真意に出たものではなく、偽装の三上ら旧神白毛や牧が主張したものだった。天皇は憔水のためろくに神職も取れない状態となる。 行行の間に五所を焼け払い天皇を長州に迎えるのだとか、横浜の征伐に向かうのだといった風説が流れた。陰州・備前、阿波・米沢四皇が三大し、神聖中止を天皇に直接述べたいと強く求めた。同じ日、薩摩の高崎将風が、藍津藩紅用方、秋月定次郎を訪れ協力を求めた。時がないため、京都の薩摩藩邸は、 本国からの出兵を待たず、越前に代わる新たな提携相手として、合図に接近したのである。その後高崎は、この絵忠弘広を訪ねて相談したが、この絵は、決断をためらった。薩摩と合図は、計画を練り、15日に高崎と秋月が、中川の宮を訪れて、計画を告げると、宮は、協力を決断した。16日未明に、 宮が三大師創上したものの密談できず、天皇には計画の概要のみ伝えられたが、夜になって、兵力をもって、国の災いを除くべしと政変を決断する新刊が、宮に伝えられた。17日に、京都市五職、松平片森から計画を聞いた右大臣二条、成行が賛同した。内大臣、徳大寺機にとも同意であった。この江田弘広もここで協力を決意する。 そして深夜、中川の宮、二条、徳大寺、この江府市と松平片森、稲葉正国が参大し、最終的な相談が行われた。境町五門分休三年8月18日午前4時、頃ろ、合図淀、淀、薩摩の藩平が、金利の六門を封鎖し、配置が完了した。在京の諸藩主にも参大が命じられた。時過ぎから、藩主が大し、 初判兵が5社の9問を固めた。合図はちょうど国元から交代の判兵が上落した時期で帰国の途にあった判兵も呼び戻して契約1800名を動員し政編の中心となったが合図に次いで動員が多かったのは阿波、備前、陰州、米沢、淀藩で上位派を含めて27藩が兵を動員した。こうした状況の中、大和行行の延期。 三条耳ら急進白毛15人の金足と他人面会の禁止、国事賛成、国事余裕度の廃止が決議された。その頃、決起を知った三条ら尊上劇白毛や長州藩兵が、境町門当林の高塚査定に続々と集まってきた。長州勢はそこから、境町門の内側に繰り出したが、境町門西隣の急上邸前に陣取る合図。 薩摩両藩の兵と睨み合いになった。中川の宮、松平片森稲葉政さに、上杉成則、池田茂聖らで、事態収集の会議が持たれ、長州の境町門の警備担当を解き、京都からの退去を勧告することが決議された。万事が決した後に飯を受けた、長州関白、高塚佐助弘は、11時頃に散来して、 長州の兵力は3万であると告げ、引き続き警備を担当させることを主張した。池田慶徳と、八塚持明も遅れて参加し、長州の警備継続を唱えたが、決議は覆らなかった。睨み合いは、夕方まで続き、三条らと長州勢は、病法院に退去。19日、失脚した、旧新白毛のうち三条と、三条西末とも、四条高歌。 東久世道富、三分元尾佐、西木孝治よりのり、沢信義の七人は、金足を破り、長州勢専用と共に、長州へと下った。長州藩は、湿地回復を狙い、翌年六月の池田屋事件をきっかけに、京都へ出兵。七月に、金門の辺で合図、薩摩らと戦火を交えることとなる。京都守護職は十九日から新選組に、市中を順打させ、 京都庁部行には死宿人の調査を厳しく行わせた。また、陰州、備前、阿波、米沢など13班が林番で、市中警備に当たった。政変前日の8月17日、土佐老師の吉村小太郎らは、大和行行の先方となるべく、大和国五条で拒兵するも、政変による情勢の一変を受け9月末に、壊滅した。同じく8月17日、 飲酒藩の伏見留守き京都留守き検体であった、河田佐久ら尊能上伊派藩士22名が、藩主側近の黒部権之助、高沢正美、早川拓の進むの3名を残殺。翌日18日彼らの残暑により、加藤十二郎が自殺した。この事件の処理のため、藩主池田慶徳の翌日の3代は夕方に、連れ込んだ。10月には、 平野のくや川上八一らが七なの一人、沢信義を擁して、田島国こくくので拒兵したが、諸藩に、行為されて、沢らは逃亡。集めた農兵が激光し、川上らが殺害されるなど、無残な敗北に至った。10月9日、松平か森は三大し、新官と御政の歌を賜った。新官は、道場以下、暴論を、ソネ不正の諸地増長につき、 通信にこらえがたく、内名を下せしところ、速やかに了承し、勇敢相乗真の存念貫徹の段、全くその方の中節にて、深く貫越のあまり、右一箱これを使わすものなりとあり、片森は、中世肌身から離さなかった。8月26日、孔明天皇は、これまではいろいろ審議の分明でないものもあったが、 8月18日以後に発する直命は真実私の意志であるから、そう心得ようと在京の諸大名に伝えた。政変の直後、朝廷は改めて諸大名に対して、幕名を待たずに上位を実行するよう命じ、うやむやになっている上位実行を幕府に迫った。島津久光、松平春学、山内陽道ら、 旧一橋派諸行は3月の帰国以来不在で、政変の遂行に協力し、合図藩に次いで多数の藩兵を動員した、在京大名は池田慶徳、池田茂玄星、八塚持明、上杉成のリラ上位派であり、その存在を意識してのことでもあるが、公明天皇の固い上院氏は、政変後も変わらなかった。一橋義信は、実刑池田慶徳にあてて、 幕議では、開港、左糖の問題について、将軍が上落し完走するという老中、板倉勝清の主張が通り、場合によってはまず板倉が上落するということになった。自分は左糖を実現してからの上落をと思っているが、幕議がこの調子では、後部の間はうまく収まるだろうかと書き送っている。実際に上京したのは、老中、堺井忠重だったが、9月14日に散大した。 堺に下された町名は、横浜佐幸の猶予を許さず早急に実行するよう、迫るものだった。両池田、八須賀、上杉は、政変前から長議への参与を命ぜられる存在となっており、長州の処分について、彼ら上位派諸公は寛大な処置を求めていたが、朝廷の対応は冷淡であった。失望した彼らは9月下旬から10月中旬にかけ、藩地の経営などを理由に、 相次いで帰国した。そもそも池田慶徳ら上位派諸行の中央政局への進出は、朝廷をはじめとして上位論が沸騰する情勢に乗じた、機械主義的な面が大きかった。彼らは上位新政論を非難しつつ、上位に消極的な幕府も陰準と批判し、上位委任の立場から積極的に上位を主導するよう、幕府に終戦することで、薩札氏度退教後の京都で、 政治的存在感を上昇させてきた。しかし、独自の政治構想があったわけではなく、天皇の上位氏を確認した幕府が再び、横浜左幸談判を開始したことで、彼らの存在感は失われることになった。上位委任の態度をとっていた、島津久光、松平春学、山内陽道らも、政変後に証明を受け、上位派諸侯の大教と入れ替わるように入教してきた。 まず久光が反平1700を率いて10月3日に入居した。過激な上位新政派が一掃されたことで、彼らは本来の開口論の姿勢を明らかにし始めた。久光は春学らの勢いが強まると、帰国した池田茂生は上京した薩子氏らの説を破るのは到底難しいが、今更上位は、よろしくない、開国がよろしいというわけにもいかず、と言って、 他に良い考えもないと、実刑池田慶徳書き送っている。もっともその久光は、春学らも、慶徳、茂るの兄弟である、一橋義信のために、やがて再び中央政局から遠ざかることになる。島津久光は、中川の宮朝彦新能に、朝廷の旧平打破、格好たる方針と体制の確立を申し入れた。幕政改革に続き朝廷改革も断行し、 公部合体の新たな政治体制を構築しようという意図である。11月15日、天皇は島津久光に新官を下し、戦争を避けしに国家のためになる上位を迅速に行う方策を立てられたい、暴論家の主張する王政復興は好まぬので、将軍に体制を委任し公部協調の政治を望んでいるといったことなどが伝えられた。 これに対する久光の回答は、武備の劣るり現状では、開港、左校の選択権は、日本側にはないので今は、武備充実に努め、請求な上位はせぬこと、大政委任が妥当で、王政復古は、現実的でないが幕府が朝廷を軽んじるときは、その罪を正す、というものであった。旧一橋派諸公の入教は、10月18日に、松平春学、11月3日に、 伊達宗成、同二同26日に、一橋義信、しよしのぶ、12月28日に、山内陽道と続いた。そして12月30日、朝廷はこの4人と京都市五色、松平片森に参与を命じた。無意無感だった久光は、翌文94年に1月13日に14位した左、この絵検証書に除任された上で参与に加えられた。1月21日、 将軍家持が参大し、参与諸公と協力を求める直所が下された。こうして、公部合体の下で、有志大名が国政に参画し新たな抗議生態の確立を目指して発足した三預会議であったが、横浜左幸問題をめぐり、開口論に立ちつつ新体制を主導したい、島津久光ら、有志大名と左幸論を掲げることで、朝廷や、 上位入派諸行と協調し体制政意義を再確立したい、一橋義信、幕府の対立などで、わずか2ヶ月で破壊することになった。この政変は、約1年後の禁門の変へとつながることになる。西郷隆盛は、下関で待機する命を受けて先発したが、久光を待たずに、伏見に上り過激派の桑立てを止めようとしたため、訓命に背いたとして捕獲され、 徳之島さらに、沖野選ぶ島に遠投となった。西郷が、社名召喚されたのは、政変の翌年、現時元年2月である。将軍が諸大名を率いて上落し、上位について、朝廷と協議する、宴会後大半主を大老として、幕政を担わせ、上位を行わせる、一橋義信を将軍後見職、松平春学を大老とするという内容で、案は、 長州の主張、案は夕藩のバランスを取る者、そして案が薩摩の主張であった。幕府は、戸様藩による首脳人事への介入を心よく思わず、談判は難航したが、大久保利道が交渉部長ならば、老中殺害も辞さない姿勢を示したことが、直視から老中、脇坂安成、板倉勝清に伝わるとまとまった。主ではなく、無意無の久は、 正式の三代はできず金利を組む気での内々の対面だったものの、御権をおしされた。前例のないことだったが、天皇の立っての希望により、三代ではなく関東の事情を聞くためという名目で実現した。岩倉と小賀の県通、千草雄文、富野小寺刑事家、今木重子、堀川紀子の6人が、砂漠の4冠に貧として弾劾された。耳の母方の祖父は、 山内豊作。山内豊藩は耳の重低、上位派、一橋派として活動。柳川聖岩、梅団品、雷美木三郎などとも交流する。資格は、土佐金納刀の岡大蔵で、大学が安政の大国で重い処分を受けなかったのは、井伊直介と裏で通じていたからとの誤信によるとされる。聖将軍の儀、総資家もこれまで通り五人比有功。 上位の儀、せいぜい過人中節ごと。聖衣軍に、ゼまで、通り後委任比喩工場は、渡る営業順法、君臣の名分創生、広告一致創上位の成功、人心起伏の処置か言うのこ国事の儀につけては、事柄により直に諸藩へご沙汰ひため、在交官、剣士かもご沙汰非正受け工事。五月二十六日には、金利六門の警備が、合図。 長岡、芸州、米沢、中津のご飯に命じられた。島津成明、松平春学、山内陽道と共に、四県公と呼ばれた旧一橋派の有志大名。その後、ヘッジ前半の上落計画を推進した人々は、処分され、立案者の横井昌男も日後に去ることになった。一方、薩摩と越前の上落を非常に警戒していた、 上位申請派は、これを阻止すべく様々な活動を行っており、計画中止後の7月27日にも、越前の宿舎に予定されていた、高台寺に放火した。藩主小笠原中密機のカにと、所領15万国を没収。ただし、後目相続の者に、給料のうちから3万国を与える。薩摩本国の島津久光、大久保敏道の指示を受けて進められたと見る説と、 高崎の判断で進められたと見る説とがある。ありがとうございます。